それじゃあ3番目にですね、今日の、このフォーラムというのは海外の日系人、海外からやってきている日系人、いわゆる日本にいる日系人という部分もテーマの一つでありますので、3番目の発表者は長尾遥さん、NPO 法人リバ岡崎の代表であります。岡崎、その辺の周辺というとたくさんのブラジル人が住んでいるというふうに皆さん描くかもしれません。そういった経験に基づいてさまざまな支援やまたは地元の社会との連携を促進するためにいろんな事業を行っております。平成29年度ジュントスという中南米対日理解促進交流プログラムに参加しておられ、ブラジルに派遣されております。それでは、長尾さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは、ボンジュア、ベノスタブです。ただ日本語でいきます。ただいまご紹介いただきましたビバ岡崎の長尾遥と言います。で、私は今日日系社会と日本の多文化共生について感じていることを少しお話ししたいと思っています。はい。でまず、私の活動をしているのは愛知県の岡崎市というところです。皆さんもあまり愛知県に行くことがないかもしれないんですが、愛知県で行くと名古屋市から電車で30分くらいの位置にあるのが岡崎市になります。ちょっと地図が小さくて見えにくいですが、豊田市のお隣になります。なので自動車関係の工場が多くて日系の方もたくさんいて働いている、そんな地域で私は活動しています。で総人口が38万人に対して外国人が1万1000人ということで、40人に1人くらいが外国人ということで非常に多い、そんな地域になっています。で何が有名なところかというと、徳川家康が生まれた岡崎城があったり、皆さん赤味噌って聞いたことあるかなと思うんですが、八丁味噌は岡崎だけです。ぜひ食べに来ていただければと思います。また花火も非常に有名で、こういう文化が、昔からの文化がある、そんな土地になります。でただ私実は長野県出身です。大鹿村という非常に田舎出身でして、なんと人口が1000人しかいなくて、65歳以上は 50.8%、ほとんどおじいちゃんおばあちゃんで、その中で外国人の人もいて、で私の同級生にもハーフの子がいたりとか、そんな環境で育ちました。で大鹿村騒動記というのも数年前に映画がありまして、ぜひ私の村がどんな田舎か見たい方はぜひ見ていただくと、会議室のシーンですごくうなずいているおじさんがいたら、それ私のお父さんですので、ぜひよかったら見てください。はい。でそんな私が初めて絵画というものに興味を持ったのは、中学校2年生の時にオーストラリアに2週間ホームステイに行きました。で軽い気持ちで行ったんですが、その時に言語文化の違いというものを体験して、すごく2週間だけだったので楽しい旅行だなくらいの感じでした。で、大学でも英語を専攻して、大学3年生の時にオーストラリアの大学に交換留学に行きました。でこの時初めて自分自身が外国人になるという体験をして生活をするという苦労をしました。銀行に行ってアカウントを開かなきゃいけないとか、バスの乗り方もわからない、授業もついていかなきゃいけないっていうところで、なんか楽しいっていうところと生活するっていうことはちょっと違うんだなということを大学の時に感じました。そして、就職をして岡崎に私は配属になっていきました。で見知らぬ土地、知り合いもいないということで、国際交流ボランティアを始めて、そこで私は日本に暮らす外国人の人たちと、友達になってバーベキューをしたりご飯に行ったり、そんなことをするようになりました。でそんな中話していた時に、会社で日本人に話しかけても、無視されるから話さないよ、だからあんま日本人の友達いないんだよねって、日本人の話にブラジル人の、男の子は言うわけですね。で彼は工場で働いていて、でいるんだけど日本人とは LINE も違うし、働く場所も違うし、お昼の時間も違うし、で彼は日本語ペラペラで私と日本語で話す
状況にあるっていうことがすごくショックで、私はこんなに英語が好き、外国が好きって言って生きてきたのに、日本にいるこの外国人住民の人たちは言語文化の違いもある中で、プラス何か見えない壁というか、非常に生きづらさを抱えているんだなということをこの時に知って、何かできることはないだろうかということで、2010年にビバオカズキを立ち上げました。で、一緒に立ち上げたのが、日系のアルゼンチン人の、岸本サンドラさんと鈴木美穂さんというのが、保育士さんで外国につながる子どもたちとたくさん関わっている、そんな3人がやっぱり日本人や外国人っていう区別じゃなくって、同じ地域に暮らす人として、ビバよかった、ここに住んでてよかったって思える、そういう時にところにしたいよねというところで始まりました。で、そんな私たちが、大切にしていることが、まず情報を届けるということです。生活していく上で、日本で暮らしていて、防災のこと、教育のこと、行政のこと、そういったこともそうですし、あそこのスーパー安いよとか、そういうことも届けていくということ、また文化と言葉というのは非常に重要なことなので、そこも伝える。そして一緒に地域に参加をして、彼らの居場所を作っていく、そういうことをしていかないといけないんじゃないかなというふうに思っています。具体的には、例えばブラジル人の多い教会に行って AED の使い方を伝えたり、日本語教室、大人向け子ども向けもやってますが、言葉と一緒にやっぱり文化を伝えていくということ、そして日本語教室もただ教室に閉じこもって言葉を勉強するんではなくて、スーパーに行ったり、電車に乗ったり、お店に行ったり、地域に出て行ったりで、言葉も一緒に文化を勉強するってことで、こう料理教室をして、お互いの食べ物に興味を持ったり、そして地域のお祭りに参加をすることで、地域にこう興味を持つっていうこと、そしてこう文化に自分が入っていく中で、あ、こんな風に地域にお祭りがあるんだ、参加できるんだっていう情報を彼らに提供していくこと、そして彼らが情報知識を得ることで地域で活躍していく、そういう居場所を作っていけるようにということで、いろいろな事業をしています。で、そんな中、今年の2月に、中東ス中南米対日理解促進プログラムでブラジルに行く機会をいただきました。で、ブラジル、今まで周りにいてブラジルの料理も岡崎だと普通に食べれるんですけど、初めてブラジルに行ってすごく感じたことが、日系社会っていうのがブラジルの社会に貢献してるってことを、ブラジルの社会がしっかりと認めてるんだということがすごく嬉しかったし、驚きました。っていうのも、こう慰霊碑が公園の中にドーンとあったり、移住のモニュメントがあったり、私たちがまたいろいろな土地を訪ねた時に、そこの市長さんが私たちのために挨拶に来てくれたり、議員さんが来てくれたり、その日系社会っていうのがどれだけこうブラジルの社会に貢献しているかというのを認めているということは、やはり日本でもこうやってこうブラジル人、日系の人たちが貢献しているってことをもっとこう認めていくっていうものがあったら素敵だなというのを思いました。そしてやはりこの移民の歴史というものをもっと知ってもらわないと、知るべきだなというのをすごく感じました。博物館に行ったり、いろいろなお話を聞く中で、こんなにもブラジルに移住した日系人、日本人の人たちが貢献して産業が生まれたり、ビジネスが生まれたりしているということはすごく誇らしいですし、ただそれを私が日本で活動しているときに日系人の人から聞くかというと、あまり聞かなかったり、子どもたちがどれくらい知ってるのかなというのはすごく疑問に思いました。そしてまた非常に印象的だったのが、日系、非日系の区別がもうどんどんなくなっていて、地域に日本人会というものが、日系というものが溶け込んでいるなというものもすごく感じました。で、これはリリアというところに行った時なんですが、野球場があったり柔道場があったりするんですが、もう7割は非日系の人たちが参加をしていて、で、子どもたちを見ても、日系じゃなくても普通にみんな一緒にやってるよという話で、本当に地域のそういう子どもたちを受け入れている日本人会、会館があって、そこで地域の人たちがやっているというのがすごく面白いなというか、そうですね、興味深かったです。そして日本語、日本食というのがブラジルでは非常にブームだということを聞きました。日系人の人たちが野球とかこういうのやってると同時に、日本語学校にも非日系の人が非常にたくさん来ている。
ポップカルチャーで漫画から興味を持ったり、そういうのでこう来ているということ で料理も日本食を食べれるレストランがあって、まあ、それを運営して日本人会がこう活動していたりするんですが、ただまあやはりこれは日本でも課題ですが、じゃあ日本で暮らす準備があったりサポートがあるかというと、まあ、そこはさすがにないというところがあって、で、そこで会った日本語を勉強して留学生とお話しした時にも、日本に留学したいと思ってもやはり日系人じゃないと難しかったり、いろいろな壁があって、じゃあ日本に興味がある、行ってみようって言った時に、なかなかじゃあ実際行けるかっていうと、そこのハードルは高いっていう話をしていました。ということで、まあ、ブラジルに行ったプラス私がまあ普段の活動で感じていることとして、まずこの日系人だけでもないんですが、どうしても外国人の人たちは依存させてしまう環境があるというのがまず一つ感じています。というのも、外国人の在留外国人の数年々増えていて、今、250万人を超えていますが、だんだんこう国籍が、同じ国籍の人が増えていくと、通訳というサービスがどんどん充実していくんですが、その結果病院も市役所も通訳さんと一緒に行くから、もう日本語覚えなくても大丈夫という人が、まあ、ある一定数います。で、私たちも活動していても、25年日本に住んでます、名前住所を書けませんっていう人が日本語を勉強してきたりします。ということで、まあ、非常に優秀な人たちがいる一方で、なかなかサポートがない中で、彼ら個人が日本語を勉強してルールを理解してやっていけるかって言ったら、そうではなくて、こう依存をしてその日本の中で暮らしているという人たちも、まあ、いるというのは非常に課題だなというふうに感じています。なので、やはりこの日系のコミュニティというものが日本社会とのつなぎ役をある程度果たしていく必要はあるなと感じています。なので優秀な人もいますし、日本の社会とつながろうとする人はいます。ただその人たちがやはりその通訳さんと日本語勉強しなくていいわと思っている人たちも、こう日本の社会とつないでいくような動きがやはりどんどんもっと生まれていくべきだし、またそれを日本社会がもっとバックアップしていかないと難しいところはあるなと思っています。なので、これはブラジルでも感じたことですが、移住前、来日直後のサポートというものをやはり日本社会でしっかりと整理していかないと、さあ来ていいですよ、来てください、もっと日本語勉強してくださいと言っても、じゃあいざ来た時にどうなるのかというと、やはり非常に難しい現実が待っているなということを感じています。ただ私たち普段活動していて、やはりこの外国人住民の活躍というのはもう非常に目立ってきているというか、大切なことだなと思います。で、これは私がビバを飾りでやっているんですが、2015年から支援に役立つ日本語教室というものをやっています。で、これは災害時、緊急時に支援者になるための知識と日本語を学ぶというものです。どうしても外国人イコールいつも助けられる側、社会の重荷というか、そういうんではない、彼らは若くて力もあって、で知識もあって、で日本語も話せる方、そういう人たちが地域の中で活躍する一つの場面として、まあ、防災というものを私たち取り組んでいるんですが、2015年からやって、まあ、写真見ていただくと本当非常に多くの人が学びに来てくれて、まあ、赤十字の人に救命救急のことをお話ししてもらったり、一緒に地域の宿泊の避難訓練をに混ぜてもらったりというところで、まあ、非常に彼らも興味を持って活躍しようとしている動きがあります。あと3分くらいでお願いします。はい。で、防災交流会というのを、岡崎のブラジル人協会が中国人協会、フィリピン人協会に声をかけて、こういうことを赤十字の人もこれを巻き込んでやって、日本人のボランティアの人たちも協力をしてやるということで、彼ら自体が主体となってこう動くということもできているので、まあ、そういったことをもっとサポートしていくっていうことは、まあ、可能なんじゃないのかなというのを普段の活動の中で感じています。はい。ということで、まあ、全ては住んでよかったと思える社会のために、日本人も外国人も日系人もそういうのをこう全て一緒になってやっぱりやっていく、そういうことがこうルールとなって、またみんなで活動していけるといいなと思っております。はい、以上でございます。ありがとうございます。
ビワ岡崎の代表長尾春香さん、ありがとうございました。いつも僕も疑問に思ってて、支援が依存になってしまうと結局自立しないので、やはり自立を促して、その人たちがその社会の中で一員になると評価も変わりますし、尊敬を得るんじゃないかと思いますので、とてもいいプレゼンだったと思います。